花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。なんか天気もね、いい感じの気候になってまいりましたけどもですね、春がねすぐそこまで来ているような今日ですけどもですね、はい、松下俊美さんどうも、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。早速ですけどもですね、僕はね待ちに待っておりました、はい、本日のねゲスト、ご紹介しましょう。野沢恭治さんです、はい、イエイ、こんにちは、はじめまして、よろしくです。いやもうね楽しみにしてました。楽しみにしてました。須賀川がねもううるさく言うんですよ。ふか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 ね、はい、本当に、いや噂は僕も聞いてますよ。本当ですか、ノリノリの。いえいえ、なんかね、野沢恭治さんと言いますとですね、やっぱりそのギターとかもいろいろね、いわゆるエレックレコードの頃からになりましょうか。URC ですね。あ、URC の方ですね。あ、そうでしたか。はい。エレックはね、ではないんですよ。あ、そうでしたか。はい。URC っていう、レコードなんですよ。はい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 。岡林信康とか、遠藤健二とか、高田渡とか。はい、あ、そうですね。遠藤健二。あ、斉藤哲夫、三上さんとか。斉藤哲夫さんとかね。島とか。あ、そういう人たちがね、いらっしゃいましたよね。昔ね。まあ、昔っていうかね、大先輩なんですね。昔ね。中津がフォークジャンボリーっていうのが、はいはい、あ、はい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 。それに出たのがきっかけで、URC からアルバム出したんですよ。はい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 。それが、そのアルバムはですね、後でね、いろいろご紹介しますけどもですね、素晴らしいその、アルバムのお話もね、聞いてみたいんですけども、今回、さてその、これ何年ぶりになりましょうかね、このアースビートっていう。これは、新作っていうか、そういうか形としては、何年ぶりだろう。十数年ぶりですね。ですよね。その間にライブ版とか、はいはいはい、あとは誰はコロンビアレコードかなんかで、はい、フォークの匠シリーズっていうので、セルフカバーズネイキッド70っていうのは出してるんですけど。ねえ。匠ですよ。匠だよ。ね、匠の前に来たら正座してやっぱりやんなきゃいけないっていう、本当に楽しみですよね、生で見てあげて、ね、いやいやいや、まずね、早速ですけども、はい、これアルバムいつ発売になりますか。これはね、はい、去年の8月ですね。はいはいはい、はい、これまでずっと一人で出してるのが多かったんですよ、URC とか、その後ホーライフでもアルバム出したんですけど、はい、その頃はコラボレーションみたいなね、そういうのが多かったけど、はい、その後ライブは一人で回ってることが多いんで、はい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 、野沢さん一人の方がいいから一人のアルバム出そうよみたいなことで、うん、それからはずっとソロのアルバム出してたんですよ、はい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 、で今回も久々に永原玄ちゃんっていうね、永原玄っていう人はね知ってるような気がしますよね。そうですか。実は4年前にね、はい、彼と2人でロンドン行ったんですよ。ほうほう、うん、ことがありましてですね、はい、思い出深いですけども、玄ちゃんはやっぱりそう、なんかあれですよね、歌い手にとってはすごいそのタイミングも合わせてくれるんで。そうですね、素晴らしいですよね、はい、パーカッションね、うん、その2人のこれコラボっていう。そうなんです、ね、だからもう2人だけ の、うん、演奏で、うんうんうん、なんていうの、厚みのあるバリエーションに富んだアルバムを作ってみようっていうことで、これ明日への後悔っていうね、はい、アルバム、うん、アースビートになっておりますけども、うん、この中から早速ね一曲、お届けいたしましょうか、はい、まず何の曲にしましょうかね、これは、ミッドナイトトレイン、はい、あ、ミッドナイトトレイン、これ前振り長い曲なんですけどね、はい、歌に入るまでが、ああそうですか、夕暮れからこう夜に行ってミッドナイトに行く流れをギターでこうつなげながら歌に入ってくる、はいはいはい、なるほど、ミッドナイトトレイン、はい、
しいあの、ね、サウンドになっておりますけども、これどういう風な形、まあ、先ほどちょっと話しましたけど、はい、これは本編の歌に入るまでに結構前振りが長くて、はい、夕暮れ時からこう夜にかけての演奏がずっと入ってリズムが入ってきて、最後ミッドナイトで歌が入るっていう、でハープが入って、わこれ全部聞きたい、何分ぐらいかこれ、これはあ大丈夫ですよ、おそらくこれつけにくい、すいません、すいません、ありがとうございます。この辺からですね、この辺から夜の感じです、ね、はいはいはい、ちょっと汽車がビートに乗ってちょっと弾いてみます、はい、2人でロックなこうすごいですよね、このロックもう最後まで聞きたいところですけどもね、できるだけね、あの皆さんに多くご紹介したいと思いましてですね、ちょっとね、それじゃあ2曲目に行ってみますか、あ、はい、何曲目になりましょうかね、この次の歌が、大地の鼓動にしますかね、大地の鼓動、はい、このアースビートの中からですね、大地の鼓動を聞いてみましょう。
々しい大地のね鼓動が聞こえてきそうなあの、ね、音になっていますけども、まあ、あの今回野沢恭司さんですけどもですね、もともとはやっぱりフォーク系のその要するにあれでしたかね。そうですね、あのデビューされた頃っていうのは、まあ、あの頃はあの、ね、生ギターで演奏すると、はいはいはい、みんな生ギターをフォークギターって言ってた。ああそうですよね、そうですね、だからフォークギターで歌う人はなんかフォークシンガーみたいな、はいはいはい、だ昔ロックとフォークのコンサートみたいなのに出ると、はいはい、あのなんてロックファンの人で、はい、若い女の子なんかで、はい、ドラムがあってベースがあって、うんね、ギターがないとロックじゃないみたいな人いるじゃないですか、はい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 、そういう人がなんかあのもう俺はギター一本で出ただけで、うん、帰れ帰れとか言ってトイレットペーパー投げられたりとか、そうなんですか。あそのなんか要するにビジュアル的なねそうそうものとかっていうあれ確かに昔はありましたよね、うん、だからなんかね結構 そういう子は結構可愛い子だったりするんだよね許してしまう余計ムカついちゃってねいやでもこれあのそれから時代がねこう過ぎていきましたけども、そのこういうその例えばパーカッションとギターだけで、うん、そういうロックテイストっていうかね、はい、あの出るっていうのは、まあ、生田圭太郎さんなんかも、うん、あのちょっとどっちかというと異端児的なね、そうね圭太郎さんもねそうありましたよね、もう、うん、昔からすごいこう考えることがパンキー、うん、そうですね、うんうん、だからなんかその ああいう、 こうフォークの世界というよりもなんかこうロックを感じるというかね、そうね、圭太郎さんとコラボも、ね、よくやるけども、はいはいはい、僕感動したのは圭太郎さんのあの歌あるじゃないですか、あの、あの、この辛い、あ、はい、時代、はい、そうそう、あれを見た時にねたまたま野沢さんが一緒に、あ、野沢さんギターやられてて、あのギターを聴いた時もうびっくりしたもの。あ、そうですか。いや、というかやっぱり僕も歌ってますんで、はい、その絡みがね、うん、ものすごいこう同じテンションでこう来るじゃないですか、あの、あ、はい、やっぱりブルースギターの、 あの菊田俊介君もそうなんだけども、うん、やっぱ同じテンションでバーッとこう来てもらうと、うん、ものすごくこう歌がこう燃えてくるっていうか、うん、はいはい、そういうのありますよね、うん、そうね、やっぱり、まあ、ソロと違って、はいはい、あの人のサポート、哲夫選手なんか斉藤哲夫とかとジョイントすると、はいはいはい、まあ、あのサポートしたりするんですけど、はい、まあ、圭太郎さんでも、ね、柴っていう歌い手でも、あ、柴さん、はいはい、ね、みんなあのサポートするときはその人にこう寄り添って、はいはいはい、その人にこう合わせてこう演奏するから、うん、自分でもこう思いもよらないフレーズが出てくるんですよね、あ、ソロの時とは違う、ね、でそれがまた楽しいっていうか、あ、だからまあね、うんうん、それ、うん、サポート、まあ、ギタリストで、うん、なんかギターを聴かせるみたいなよりね、うんうん、やっぱりその歌をどれだけこう、ね、うんうん、気持ちをこう自分に寄り添えるかみたいなのがやっぱり、いや、それはやっぱり年季だよね、今恋しちゃいましたね今分かった絶対なんかこういつかお願いしたいみたいな、もう、いや、あのね、お目にかかりたかったのは確かに ね、うん、あの前から思ってたんですけど、やっぱりそのあれ生田圭太郎さんとのコラボをね見た時にちょっとびっくりしましたね。ああ、そうですか。うん、こういう方がいらっしゃるんだなと思ってね、うん、しましたけども、今回ねそのアースビートですけども、まずその北海道行かれてましたよね、ずっと。あ、この間までね大変でした。大変ね、寒くてもう10月よりね、あとは行ったことなかったんですよ今まで、寒いだろうから。あ、はい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 、ただな、あの源ちゃん、長谷川源ちゃんが今回、はいはい、うん、あの2月がいいんですとか言って何にも考えないって言うよね、彼はもう元気がいいから ね、うん、だってもう子供ぐらいだからね俺の。ああ、そうでしょう ね、うん、2月って2月はね、2月避けますよね、やることないからね、あ、なんかお客集まるんですよとか言ってすごいねすごいね、その発想も。でもね、会場まで行けるかどうかも分からないじゃないですか、お客さん、ね、2月の北海道ですから ね
うん、ホワイトアウトとか言ってたらね、もうなんか移動してる間にも何回かありましたよ、うん、あのトラックが突っ込んでたりとか、いや怖い、ああそうですか、うん、明日行くところが吹雪だとか言って、明日はでもなんとか天気にねこう避けながら帰ってこれましたけど、ね、よかったと思って、なんかあの北海道の方もね、あのお会いした方がいらして、あの、うん、僕もなんかフェイスブックで友達になって、なんかよろしくお伝えくださいとか、中尾さんとか言ってましたからね。会いましたね。ああ、そうですか。はい、僕もこの間、あの、以前に、あの、このスタジオにメロンを送っていただいて。そうですか。そうそうそう。まだお会いしたことないんですよ。ね、あ、本当、はい。お会いしたことないんですけど、まあ、ケタロさんとかね、ヨシコさん、ヨシコちゃんって、まあ、僕、うん、同じ年ぐらいなんですけども。はい、はい。はいはい、あの、ケタロさんもね、あの、ちょっと具合が悪かった。そうなんですよ、ね。あの、でも、お元気になられたみたいで、うん、今度一緒に横浜でやるんですよ。あ、吉田よしこ、生田慶太郎、金田義郎って、ね、はいはい、ちょこっと素晴らしい。いやいやいや、あの楽しみにしております、ね。この間ね、慶太郎さん、あの病をして、はい、あれは国分寺かなんかでライブやった時に、あ、はい、最近来てくれたんです。最近。あ、本当ですか。うん、ああ、よかった。多分初めて表に出たんじゃないかな、きっと。あ、そうですか。よかったですね。佐藤隆一君っていう人と同居だったんですよ。はいはいはい。もうやっぱり佐藤隆一君のお師匠さんみたいな立場らしくて、あ、慶太郎さんが、あ、そうですか、もう佐藤夫妻なんか涙流して喜んでました、ね、ああそうですか、うん、あ、なんか本当にあの心配してたんですけどもね、あのよかったなとか思いますが、あのこうやってこう共通なね、の友達っていうかね、あの僕もまあ慶太郎さん尊敬してますし、あの、ね、素晴らしい、うん、素晴らしいですよね、あの、ということでね、今日は、野沢恭司さんですけども、あのライブスケジュールとかっていうのをちょっとご紹介今しと突然聞きますかね。はい、ありました。はい、これじゃあ松下さんの方からご紹介していただけますか。はい、読めますか。野沢恭司さんのね、いやいや、ライブスケジュールですね。3月のスケジュール、3月8日、両国フォークフロアセンター、うちすぐ近い。あ、そうですか。歩いてきます。ほらほら、両国フォークロアセンター、嬉しい。これ45年ぶりなんですよ、ここ出るの。あの2階上がっ、これ昔からあの中川五郎さんとかたまにやられてますよね。あ、そうですね。知ったことないんですけど、お座敷、座敷みたいなところですか。そう、昔はね。あ、今もそうなのかな。多分なんかね、入り口見たら普通のなんか、いや変わってないみたいですよ。そうなんですか、うん、多分。ああ、両国フォークロアセンター、あ、これ3月8日ですね。8日、3月10日、あ、いよいよ出ましたか。スカガワプカプカ、スカガワプカプカ、あ、長野源さんと、このなんか突然電話かかってきて、源ちゃんとこに、もあの5月あたり行こうと思ってたんですよ。はいはいはい、もっと早く来れないのみたいな感じで。マジか。本当に。あ、いいですね。長野源さんとね。はい、3月10日、スカガワプカプカ。3月17日、亀有キットボックス。3月17日、亀有キットボックス。はい、ゲストが、これはね、昔ね、はい、一時期70年代、小室仁っていうね、あ、小室仁、はいはい、はい、小室というか、小室さんのサポートしてたことあるんですよ。はい、1年半ぐらい。ああ、そうですか。あ、そうですよね。それを一緒にサポートしてた、はい、あの、錦英二君っていう。錦英二さん、ね。ギタリストで、はい、やっぱコンポーザーの人がいて。錦英二さんは、僕は、直接お会いしたことないんですけども、はい、僕の LP の曲一曲、あの、作っていただきましたよ。ああ、昔。たくさんね、曲書いてるからね。そうですよね、コンポーザー。みなことかね。そうですよね。人の曲。錦英二さん。あ、そうですか。そうそう。それでね、あの、直接僕はお会いしたことないんですよ。あ、そうなんですか。実は、うん、LP の一曲、あの、錦さんに書いていただいたことはありましたね。やっぱりな、いろいろやってんだよね、錦君ね。うん、あ、そうですか、錦英二さんとキッドボックス。キッドボックス。素晴らしいですね。これ3月17日ね、よく来るんですよ。だから一緒に。あ、そうなんですね。あ、そうなんですか。何曲か、じゃあ一緒にやろうみたいな。あ、素晴らしいですね。ね。3月17日でした、うん、3月24日横浜パラダイスカフェ、あ、3月24日か、ね、これなんです、これですね、これね、3月24日横浜パラダイスカフェ、これサスケさん、サスケさんっていう方はまだ、うん、あの会ってないんですけど、あ、その瀬戸内治っていうシンガーソングライターが、瀬戸内治さん、はいはいはい、時々一緒にやるんですよ、サスケ&、野沢教授&瀬戸口、あ、瀬戸口治さん、で佐藤内くんが、はい、あの
これは企画してやりましょうみたいな感じで、はいはいはい、ああこれも素晴らしいですね。ここは僕行ったことないんですけども、ここで僕やるんですよ、4月9日。あそうですか、うん、パラダイスカフェ、あの、ね、滝友原さんのお店ですよね。そうそうそうなんですよ。滝友原さんも同じ九州なんですよ、僕も。あ九州ですね、確か、うん、大分かな、確か多い、うん、それで、あの、滝さんとも、あの、同じライブは出たことあるんですけど、はい、実際お話したことないんですよ。あ、そうなんですか。はいはい。あの、そうそう、だから僕も楽しみ、あの、はい、ついでに宣伝しましたけども、はい、3月だって、いやいやいや、これ、ね、あ、4月の、いつだっけ、僕は。花尾さんは4月9日。9日、これは、はい。うん、慶太郎さんと吉田よし子さんと金城。そうですね。それはそこなんですか。そこなんですよ。横浜パラダイスカフェ、はいはい。そのちょっと前に、京二さん、あの、野沢さんやられるってこと。そうでしたか。ね、野沢京二さんが3月24日ですね、これね。で、翌25日が、うん、吉祥寺マンダラ。お、3月25日、吉祥寺マンダラ。そうです。これは、あの、イベントですか、これは。あのね、地区秋雄さんっていう。地区秋雄さん。奄美の歌い手がいて、はいはいはい、その毎月1回ゲストを呼んでイベントやってるんですよ。あ、そうなんですか。翼っていうシリーズかな。何回か呼ばれたんだけど、はいはい、これも永原源さんと、はい、ね、はい、今回源ちゃんと一緒に、はい、今回でもこのアースビートツアーみたいな感じになりましょうかね、今回の。今回はそうですね、ね、はい、あの、これ素晴らしいアルバムに、ね、仕上がっておりますけども、ね、この中からもう一回ね、あ、もう一曲、はいはい、ちょっとね、これはちょっと、あの、このアースビートの中の9曲目になりますが、野沢さん、その過去に五大号の、はい、三木吉野が好きで、のキーボードが、はい、で三木吉野に、あと一緒にお願いして、で、あの、竹川幸秀抜きの五代号。幸秀抜きのですか？五代号にサポートしてもらって、レコーディングしたことがあって。ああ、そうなんですか。で、その時の曲を、今回。これ、いつ頃の曲？ちょっと、じゃあ、この中のね、五代号バージョン。五代号バージョン、違うと。聞いてみますか。五代号バージョン。あの、一曲目ですね。はい。聞いてみましょうか。風に吹かれ果てもない旅さ、心に少しだけぬくもりが欲しくて、南へ下る列車に飛び乗った、やり残したことが気にかかるけど、いかがですかね、この若い若々しい、ね、恥ずかしいぐらい爽やかって、いやでも素敵ですよ、ね、今話してたんですけど、これ時代がね、この頃はやっぱりかぐや姫の神田川とか、うん、そういう頃にこれをやられてたっていうのはすごい進んでますよね、先を。そうなんですかね、うん、全然行き渡んなかったですけどね。いやでも慶太郎さんも言ってましたけど、慶太郎さんものすごく早いじゃないですか、やっぱ感覚が、ね、そうね、だからその早すぎちゃって、世の中の歯車とやっぱりそこに、あ、こう合わないとこがあったみたいなね、うん、二人でよく話してますね、それは。そうですか、俺たち早すぎたんだ
いや感覚的にもうすごいもんね。でこれのね、あの永原健と2人で今回あの作られたバージョンちょっと聞いてみましょうか。はい、これは斎藤哲夫があのあコーラスで、斎藤哲夫さんがコーラスに入ってるんだ。じゃあ聞いてみましょうか。同じ曲になりましょうが、トラック、そうです、トラック9ですね、はい、9です。時代はちょっとまたこう変わってしまいましたが、全然 心が変わってないっていうかね、やっぱり本当の気持ちっていうのはずっと続いてるね感じがしますけども、野沢さんでももっと怖い人かなとか最近思ったんだけど、あそうですか、と緊張してたんだけど、そうすごい初めましてなのに私タメ口って何かね、ほんとすみません、なんか受け入れてくれる、なんかこう器のね、ああそうですね、大きな、やっぱり怖いことありません。なんかね、イメージ先ほど初めてね、お会いしたんですけども、うん、すごい優しい、今日はね、野沢教授さんのですね、アースビート、お届けしておりますけどもですね、かっこいいですね、かっこいい、やっぱこれちょっとやられましたな。やられましたな、先輩ですよ。いや、失礼しました。いやいやいや大先輩だからしょうがないけどもね、すごいなこれ。やっぱソソさんから来ました。あ、来た。あ、じゃあお便りちょっとご紹介しましょう。ね、はいはいはい。須賀川の先ほどから出てる須賀川のね、はいはいはい、皆様お元気でしょうか。妖精ソソです。ほう。毎週楽しく昼食、かっこ我が家で朝食をいただきながら拝聴しております。はいはい、うんうん、吉郎さんとしみさん、はい、桜田さん、今日はお休みですか。うんうん、山田ディレクター、映像のキキさん、いつもありがとうございます。はい、毎週金曜日はうちでもプカライブをしていて、うん、昼は生ラジオで、はい、夜はキキさんの上げてくれた YouTube を出演者の入れ替え時に流しています。そうだからね、それがすごくね、あのね、お世話になって、ね、そのでかいスクリーンでかけて、うん、あのテレビあるじゃないですか、ね、はい、あそこのあそこにねバックステージかけてくれるから YouTube を、ね、そうすると皆さんね、してくれるね、知ってくれるわけですよ ね1回で2度おいしい音楽魂を楽しませていただいてますよ、うん、ありがとうございます。そして今週のゲスト野沢さん、うん、お久しぶりです、うん、去年の4月30日うちでライブ後すぐにアルバムを作るとおっしゃっていましたね、遅ればせですがアルバムの完成おめでとうございます。ありがとうございます。長原源さんとのコンビネーションも素晴らしく、おうおう心地よく聴かせてもらっています。はい、ね、リクエストですが、うん、野沢さんにはプカマスターの大好きな曲、うん、ウイスキーリバーブルースをお願いします。本当またって感じですか。え、ウイスキーリバーブルース、あのね、吉郎さんにはスティールアイラブユーか東京トゥナイト、
としみさんには最近チャレンジしている曲があればその曲を。そうですね、春はもうすぐ目の前ですがまだまだ寒い日も続きます、うん、皆様お体にはくれぐれもお気をつけて、はいはい、毎週食が進むラジオを聞かせてくださいね、うん、ありがとうございます。おかげさまで大きく育っている妖精ソソです、ね、大きく育ちすぎてますね、ちょっとね気をつけないと大きく、ね、ソソさんありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい、野田さんもね、さ、ここでもう一度言いますが3月10日スカがプカプカになっておりますから ね、 そうですね、皆さんね、お揃いでですね、お出かけください。いただきたいと思います。長原源2人で伺います。そうですね、長原源、よろしくね、よろしく ね、 かわいい、うん、ね、僕もね行きたいんですよね。行きたいね。じゃあ一緒に呼ばれてますか。やりますか。呼ばれてないのに行ったらまずい。呼ばれてないのに行ったら、ジョイントになる。いや、うん、夏にね、昨日実は電話あったんですよ。昨日か一昨日。それで昨日か一昨日、うん、昨日のことすら忘れてるからね。夏にね、うん、行きます。どうですか。じゃあ7月俺前座かなんかで。何ですか。あれじゃない、またキュウリのお祭り。そうなのよ、実はね、そこら辺に、ここだ、本当にね、ここだけの話なんだけど、うん、大きな声では言えないけど、もう言っちゃう。7月14、15ぐらいに行きますよ。本当ですか。本当ですよ。6月じゃないの。いや、7月 ?7 月に行くように。あ、本当に。言っちゃダメかな、これ。取り消し。もう言えそう。決定してからに来てください。もう一つ、はい、あのね、はい、ミキさんいただきました、はいはい、皆さん、博多のね方も聞いていて、ミキさんね、皆さんこんにちは、はい、この間の春一番が吹いた最高気温22度は何だったろうって思うくらい、あ、博多10度くらいの曇り空の博多です。あ、そうか、先週の金玉もいつも通りのゆたっとした楽しい時間でしたね、うん、今週のゲストの野沢恭司さん、ようこそ初めまして。恥ずかしながら今回初めていろいろと動画を拝見しましたが、うん、ブルース大好きなおいらがハマるおしゃれで素敵な音楽を奏でていらっしゃいますね、うん、特にウイスキーリバーブルースはもう 7,8 回は繰り返して見てます。そうですか、別のライブ動画でのタッピングを拝見して、イギリスのニュートン・フォークナーあたりは、うん、実は野沢さんのギターを参考にしたんじゃないかとさえ思ってしまいました、うん、オイラがそうであるように永原源ちゃんにラーメン、うんうん、ラーメンをたかられていないか心配ではありますが、うん、今日も楽しい時間をお過ごしくださいね、はい、リクエスト、野沢さんにお好きな曲を思いっきり楽しんでこちらに聞かせていただければと思います、うん、カナオさん、ミッドナイトブルースだけどいつも通り何でも OK です。ミッドナイトブルース、はい、カナオさん、今度の、起伏の際には、はい、ケンちゃんだけでなく、うん、念願の地元野方のザ・バーにも行ければと思っています。ありがとう。まだ2ヶ月先なのに待ちきれない気持ちです、うん、そうやろ、はい、待っときやい、ちょっとみたいな。ありがとうございます、はい、ウイスキーリバーブルース2ヶ月ですね。いつ頃の歌なんですかそれ。まあ、結構最近、割と新しめの。いや、もう何十年も前ですか。あ、そうですか。どうします。どうしましょう。どうしましょう。困ってます。こんだけ来たら、やっぱり。やるしかないですか。やるしかないですよ。あんまりやりたくないですか。いやいや、別に。でもなんか、ご自分のお好きな曲も、はい、好きな、そうですね、楽しんでる。ちょっと生演奏いきますか。ね、じゃ軽く。ね、じゃあ、スイスキリバブルス。あ、やってます。やっていただけるんですか。本当ですか。あ、これ喜ぶと思いますよ。行きますか、じゃあ。はい。ウイスキーリバーブルース、ちょいといっぱいのつもりで。
酔いどれ男がかき鳴らすウイスキーギター、朝からご機嫌、ブギのリズムに合わせ今日も歌ってる。水割りロック、へべらけ親父が歌い出すラグアリブース、調子パズレ、歌はいつもお決まりの My Blue Heaven、 夕暮れに青い色輝く空、日が暮れてたどるわ、こんな感じでずっと続くんですよ。イエーイ、素晴らしい。かっこいいね。いや、かっこいいな。いやいや、どうでしょう、今日あのお客様もね、いらっしゃいますか、ね、大阪から聖子さん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ライブみたいでしょ。これあの、ね、あの後から箱、あのあのカゴ回しますから投げ銭にしますよ。すごいかっこいい。大阪のね、あの聖子さんね、あの今日は以前ね、ここにあの、うん、あ、松戸の抹茶もね、今日来てくれて、はい、あの今日はあの以前ここにね、あのこの番組のご紹介した、BB のお二人のライブがどこであるの。ジェミニシアターで今日ですね。二子玉川でしたね。二子だ。それでね、その BB っていうのはね、謎のユニットになりましょうか。いや、もう大丈夫でしょ。竹本孝之君と孝之さんと、浦田健二さんですね。たけしさん、ごめんなさい。浦田たけしさんの二人のユニットということでね、はい、頑張って、あとセリカね、はい、僕ね、セリカさんとはね、お会いしたことないんだけど、なんかちょっと連絡したりしてるんですけど、ぜひラジオにね、本当に言ったらね、あの呼んでいただきたいね。セリカさんも楽しみにしておきます、ね、そういう感じで、すいません、うん、すいません、野沢さん、ほら、ここ いや普通だとね、嫌だよっていう、ね、お土産も持って来ていただきました。これ元祖、これ大阪名物。えこの間大阪行ってきましたよ、俺。みたらし団子。ぜひ次回はぜひ行ってあげてください、ね。そうそう、ぜひね。よろしくね。ガンツトイトイとかいうところでやった。ガンツトイトイとか。探します。ガンツトイトイってお店？お店。名前が。あとルーズとかいうお店も庄内にある。2回行きましたね、最近。あ、そうですか。うん、そう、素晴らしい。またぜひね、大阪でもよろしくお願いいたします。素晴らしい。可愛いですね。よろしくね。なんかしんちゃんに似てるよ。誰の？誰も知らないよ、そんなしんちゃんとか。塚川のしんちゃんなんか言っても、吉軍のしんちゃん、ベーシストのお会いしたことあるでしょ。うん、名字は名字吉田君って、吉田君ベース弾いてるんですけど、あ、あったことあるかも。顔見ればわかるかも、うん、いや、ここのラジオでも野沢さんっぽい感じ。あ、ね、あの感じが ね、なんか穏やかな感じですね。静かなね。突然来るんですよ。本番前5分ぐらい前に。初めてでしょ、うん、あれは。いや、初めてだけど、そこに立ってたのよ。須賀川のしんちゃんが。そうそう、あーとか言ってびっくりしちゃって、本番前、中に入ってもらったことありましたけどね。へー、すごいね。あれが初めてじゃなかったですか。須賀川の方もたまにいらっしゃいますよね、突然。前触れもなく。そうそう、それを金ちゃんが見てて、うん、世の中に似てる人がいるもんだなって言ってたっていうさ。誰と誰が。しんちゃん、須賀川のしんちゃんが本物だと知らないから、まさかラジオに似てると思わないんで。ああ、そういうことね。見ながらね、うんうん、いやー、しんちゃんに似てる人がいる。多分俺合ってるって思うな。合ってますよ、きっとね。きっとね、そうですか。必ずね、言ってるよね。顔は大体知ってる人が多いんだけど、名前をね、俺覚えられないんですよ。ああ、はい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 。僕はね、もうだいぶ覚えましたね、もう。そうですか。それで、終わってからね、みんな帰んないのよ。帰んないんじゃなくて。だから、大体朝4時くらいまで飲むから。これ、かなさんでしょ、原因は。
原因が裏。加納さんがずっといるから、みんな帰れなくて。みんないるのに、僕は寝ちゃ申し訳ないと思って、そこは止めてもらったりするんですけど、ライブハウスに。で、ずっといるんですよね。それで2階の。2階に、そう。だから、僕はね、実は僕は、寝ないからみんな帰れないっていう話になってる、ね、そうじゃないですか、うん、早めに寝ればいいのかそうでも大体4時ぐらい、ね、いや僕はほらみんながいるのに先に寝ちゃうね、申し訳ないかなとか思ってね付き合うんですけど、まあそういうこともありましたけどね、なかなか楽しいスカガーですけども、野沢さん素晴らしいんですけども、うん、あの今日ギター2本っていうなんかありますか、あのなんか2本、なんか加納さんと一緒、あのいや20年ぐらい前に出したそのフェンダーベンダーっていうアルバムがこれですね、これはもうソロアルバムを出してた時代の、これがソロの、そうなんです、これはフェンダーベンダーっていうね、これにもさっきのウイスキーリバブルス入ってるんですけど、はいはいはい、まあ、こっちも源ちゃんとのバージョンで、あこっちもね、でその中の、まあ、インストルメンタル的なものをあの CD をかけてもらってもいいんだけど生で演奏しようかなみたいな、あいいですね、そういうちょっと生で、いいですかね、聞かせていただけますか、これタイトルは何になりましょうか、この中にある「瞑想」という曲があるんですよ、瞑想、これでもすごいじゃないですかこれ野田さんこのイラスト、はい、これも全部描かれるんでしょう、そうなんですよ、好きなんですよイラストが、描くのはギターも素晴らしいけどこの絵がね、うん、びっくりしたのはこれちょっと動画映ってますけども、この子供との男の子と女の子を遠くから見ると俺の顔になってる、そうこれすごいよね、芸術家すごいですね、これも斉藤哲夫のアルバムのジャケットを頼まれて描いたんですけど、あこれもね、これも頭よく見るといろんなものが頭に入ってる、へえこれすごいな、これちょっと光る、撮れる、これ素晴らしいですよ、これちょっとね、あのトリックアート的なのが好きなんですよ、そう私も大好き、なんかでも横尾忠則さんとかそういうイメージっていうのはあるんですか、はい、あのさっきの南江戸区は横尾忠則さんがポスター書いてくれたんですよ、はい、今ここにはないけど、あそうですか、横尾さん大好きで、なんかそういうあのちょっと感じニュアンスはしますよ ね、 そうね、俺たちの70年代って、はいはいはい、もう音楽も、そういうイラストとかお芝居もみんなやる、うん、同じことだったんですよね、なるほどね、だから全てが、まあ、同じようなことで、たまたまその絵を描くことも俺は絵を音楽やることもなんかもう分けてなかったんで、なるほどね、だからそういう時代だったですよね、多分アーティスト、今音楽は音楽でね、まあ、はいはいはい、はい、トータル的にやっぱそのアーティスト表現みたいなのがすごい、あの70年代の頭ってもう若い人がね、はい、なんか世界を変えられるみたいな、うーん単純だったんかもね、でもそれは素晴らしいですよね、もう全然もう感性が違うね、俺らと、もう俺筑豊のね炭鉱町生まれてすごい炭鉱してたわけじゃないですよ、炭鉱掘ってたわけじゃないけどいやいやいや、でも九州はね、はい、あの哲夫選手も歌ってるけど、はい、なんかに日本のリバプールみたいな歌があるんですよ、はい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 、ね、九州福岡とかね、はいはいはい、あの辺はこう、なんていうの、こう海外とね近い、割とそうです ね、リバプールみたいななんかイメージもねでしょありますけども、ね、また筑豊が違うんですよ、博多の連中が黙るもん、筑豊が生まれてシーンとなるからね、でもそなんかありましたよね、その何かあの人気者の名作が、青春の門とかね、あそうね、まあその五木ひろゆきさんの ね青春の門ありましたね、あれが舞台になったところですけども、ね、まあいろいろね、思い出深い場所ですけども、なかなかねあのふるさとに帰ることはあんまり なかったんですけど、今回また4月にねあの帰ることになりましてですね、まあ、母がちょっと入院してて、おそらく僕のことを覚えてないと思いますけども、ははあのバーって歌うわけですよその施設で、うん、そしたら帰りちょっと思い出すんですね、おそれまたちょっとね、じゃああの時間できたらそこも寄ってライブの、うん、まあね、あの途中で寄るかと思いますけども、博多も BB ケンちゃん、21日行きますし、はい、あと長崎のね西の海音楽祭というのは、20日にやりますね、
大阪からたこ焼きくんもね来るみたいで楽しみにしてますけどもね、あそうです、あのギターのね、うん、あの吉田よしこさんとね、そうそう、永田たこ焼きさん、はいはいはい、ボトルネックの、そう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 、素晴らしいですよね、うん、あの僕はね実はちょっと縁があったんです昔から、はあ、彼はギターリストを知らなかったもん、うん、そう、元のレコード会社にちょっと いて制作に、その時僕担当だった、僕の彼はディレクターですか、そう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 、それで、そうなんだ、そうなんですよ、徳馬ジャパンの頃に、うーん、それもそれも30、40年ぐらい前になりますけども、30年ぐらい前か、それからまあそのギタリストって後で知って、はいはい、びっくりしましたけど、素晴らしい、うん、まあ、そういう出会いもあって楽しみにしてますけども、はい、あと能形もね、あの地元の能形も行きます、これは4月の、24日になりましょうか、で23日は北九州の、ということで、また詳しい、お知らせはフェイスブックとかでね、ご紹介しましょう、はい、今日はね野沢、教授さんですけどもですね、皆さんいかがでしたでしょうか、素晴らしい方がやっぱり世の中いらっしゃいますよね、うん、松下さんご存じなかったでしょ、あのフェイスブックではずっと見てましたけど、うん、そう実際ね、私たちの年代よりもちょっと先輩なので、うん、私たちはフォークスソングって言えば吉田拓郎とか、うん、はい、力の下ですから、うんうん、はい、うん、あの今日存じ上げて大ファンになりました、ね、ありがとうございま す, もういつまで生きてるか分かんないけど、いやいやそんなこと言わないで、ものすごく元気そうじゃないですか、そうですよ、いや周りの人がねみんなでも、あ、危ないですからね、あちこちね、悪い、なんかその田舎の方に住まわれてるとなんか、そうなんですよ、今宇都宮ですよね、宇都宮と益子の外れの方で、あ、益子焼きの自給自足体制で音楽やっていこうと思って、あ、一時期はね野菜買わないで済むぐらい作ったんですよ、やっぱそういうのがもともとあれですかね、うん、肉食べないとか、いやそれはないですよ、あ、そうなんですか、肉はあんまり、あ、量は食べないけども、はいはい、別にその菜食主義とかそうじゃなくて、菜食好きものだけど、はいはい、菜食主義者ではないです、なるほどね、食べたいものは食べますよ、ね、そんな体型でしょ、なんか、いやだから自然の中にねいらっしゃるから、うん、なんか健康的なのかなって、僕も田舎者だから大体都会には合わないんですよ、まあ、秋葉原行ったらもうめまいがするもん、あ、ね、秋葉原大嫌いな駅ですから、あ、失礼しました、これ言ったらまた後怒られる、人がみんな走ってるでしょ、あ、ね、俺もそうですよね、知らないから一緒に走ったんですよ、はい、テロかなんか起きたと思って、うん、ただ乗り換えてるだけの話で、うん、びっくりしちゃったもん、ちょっとそれいなかった、悪かったね、歌ってください、ね、歌ってくださいよ、あ、なんかやりましょうよ、ね、歌ってくださいよ、インストやりますか、じゃ あ,、ね、あ、そうか、僕そうですよ、だから今日なんか一緒にやりますか、ね、あんまり知らないな、どうしますか、野沢さん一緒に何かやりましょうか、やりたいでしょ、うん、あのいいですか、僕歌っても、はい、あの僕ね今日リクエスト来てたんですけどもね、それやめてちょっと父親のね、あの亡くなった時の思い出の歌があるんですけども、それをねぜひね野沢さんとねやってみたいなっていうね曲があるんです、これ福島の方がねあの歌ってくれたんですよ、うん、あの別にこう、まあ、20年ぐらい前にも父親亡くなったんですけど、そのね思い出の歌をね、それからなんかいろんな人がカバーしてくれるようになりまして、ありがたい曲ですけど、風の中で盾っていうのをね今日野田さんとですねぜひやりたいと思いましてですね、よろしくお願いいたします、いきます、いつもの通りさこの街じゃ消えるもの。
悲しみはいつしか通り過ぎるもの。出会いはいつでも偶然で掴むことすらできなくて、春の嵐によく似てた風の中で立て道が険しくても野崎さん、ありがとうございます。どうもありがとう。またお会いする機会を楽しみにしております。松下俊美のお相手は動画の岸さんもありがとうございました。お相手は金尾城でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。埋め尽くす。